ああ、悪いね。あ、こっちこっち。えっと、じゃあ、そこ。その椅子に座らせといて。うん。大丈夫大丈夫、その辺は後で俺がうまくやっとくから。で、悪いんだけどさ、ちょっと上には適当に言っといてよ。今日は仕事量が多くてさ、 全然休めてないの。言ってることわかる俺にも癒しが必要ってわけ。こんなに仕事させられてじゃ、こっちだってたまんないわけ。いや、だから、お前言ってる意味わかる相変わらず青だな、お前。ちょ、こっち来て。耳かせ。 こんな仕事してたら俺だって我慢できなくなるって言ってんの。わかる別にお前が俺の相手してくれてもいいんだよ。<laughs> 冗談だよ。俺とお前はそういう関係じゃない。あくまでも仕事仲間。だろわ <laughs> かってるよ。 だから今日は上に適当に言っといてって言ってんの。大体いいこんなに仕事させられたって、あのハゲオヤジに選ばれる女って、結局いつも一人か二人だろそんなの残った子かわいそうじゃん。その子たちがどうなるかは、その日のあのハゲオヤジの気分次第。<laughs> やれやれ。俺ももっと他に仕事探さなきゃな。 余計なこと喋っちゃった。ま、そんな感じでさ、今日はちょっと時間かかるみたいなこと言っといてよ。ああ。よろしく。さて。話聞いてたよね。わかった 残念ながら、お前が今連れてこられた場所は、そういう場所。いわば天国に行くか地獄に行くか、仕分けされる場所。俺にな。<laughs> 俺は鬼じゃない。ただの仕分け人だ。俺がお前にいくつか質問をする。お前はその質問に答える。 そしてその回答が、とある男の女としての条件にふさわしいかどうか、俺がジャッジする。簡単だろ <laughs> そんなの知らないね。俺は自分の仕事の範囲外のことは知らない。ただお前さっきの話も聞いてたろすべてはあの男の気分次第。もちろんここのジャッジをパスすれば、お前は安泰だ。 あの男の側近の女としてお前は生きていける。ただ、果たしてそれが正解なのかどうかは、俺にはわからない。これはほんの噂なんだが、あの男の側近になった女たちは、時間差はあれど、結局最後には自ら命を絶つらしい。いわば、 この審判所に来てしまった時点で、すでに地獄だ。そこで俺は、一つのある提案をしている。もしあのハゲジジイの女の条件をパスできなかったとしても、俺の方の条件にパスすることができれば、俺が面倒を見てやる。そして、この提案は誰にでもしているわけではない。 俺が目をつけた女にだけだ。ふん。話が長くなってすまなかった。じゃあ始めていこう。気負いするなよ。簡単な質問だ。聞かれたらすぐに答えろ。いいな。少しでも間があれば、迷いがあったとみなす。一つ目。 一人の男だけを愛し抜く自信がある。または愛したことがある。二つ目。心変わりをしたことがある。三つ目。人を裏切ったことがある。四つ目。 命を捨てようとしたことがある。五つ目。人を殺したことがある。<laughs> すぐに答えろって言ったのに。ま、いいや。 残念ながら不合格だ。お前はあの男の女としての条件には届かない。このまま海の木図となるか、はたまた奴隷にでもなるか、俺の想像の範疇ではない。だが、不幸中の幸いだ。お前は俺の試験には通った。おめでとう。これからその条件を話してやる。 もしお前がその条件を飲むというなら、お前がこの審判所に来たこと自体の記録を消してやる。晴れて人生リセットだ。<laughs> いいな。希望が持ててきたかよし、その調子だ。笑顔を大事にしろよ。じゃあ条件を話そう。 その一、この首輪をつけること。その二、俺のことをご主人様と呼ぶこと。以上。どうだ簡単だろ <laughs> そうか。条件飲むか。即答だな。<laughs> そりゃそうか。 さっきの質問に全部イエスで答えられたお前には、朝飯前かよしおめでとう。決まった。お前は地獄行き。ははははははは。残念でした。 あのね。俺の試験なんて最初からないの。ただの俺の遊び。ははは。ていうか、お前らはただの釣りの餌なんだよね。だって俺が本当に落としたいのは、お前ら女の子をここに連れてくるあの女の子。俺はあの子が欲しいんだ。あの子の気を引きたいから、わざとあの子の前でこういうことをやってんの。 だって俺、あの子に一途だから。だからさ、騙してごめんね。お前の地獄行きは変わらないよ。せいぜい自分の胸に手を当てて、過去の過ちの反省でもするんだな。はい。お前の審判は終わり。もう行っていいよ。ああ、悪いね。ご苦労様。もう次の子か。 ねえ、よかったらコーヒーでも飲まないちょっと休んでいけば俺が美味しいコーヒー入れてあげるからさ。たまには二人っきり。